14番森脇徹議員の発言を許します。14番森脇議員。14番森脇徹、日本共産党衆議院でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は、先に通告しております3点にわたり質問させていただきます。よろしくお願いいたします。第1点目でございます。大容器菌類基準超過事案の急症課題はと題してお問いをいたします。26年度に起きた市環境行政における環境センター焼却灰大容器菌類基準超過事案に、において市長と執行者はそれを起因とする公金支出額に、において損害賠償すべき事件としてこの事案に職務しておられた特定者に対して請求する姿勢を明らかにされてきました。私は国家賠償法に基づく救済はすべきでないの見解を述べ議論させていただいてきました。このほど市民団体の情報開示請求により救済対象事項と額面が明らかになりました。お問いしたい一点は、情報開示された対象経費リストの全項目について関係当事者に請求できる、損害賠償であることをどの職責どの部署でいつ判断されたのか、そのことは国家賠償法に基づく求償行為の判断と受け止めてよいのか。2点目、弁護士との協議を経て求償事項を確定させた基準や要点は何か。3点目、市が始まって以来の損害賠償事案と原因者への求償事案についてお尋ねをいたします。4点目、請求行為を起こす場合具体的にどのような事務手続きとなるのか。5点目、請求対象者は元職員と現職員それぞれ何人か、特別職は対象とされているのか。以上、諸問であります。14番森脇徹議員の質問番号1に対する当局の答弁を求めます。議長、総務省。上山総務省。森脇議員の質問番号1の1点目のご質問にお答えいたします。まず先般市民団体に情報公開させていただきました対象経費リストの支出内容につきましては、今回の環境センターにおけます大容器菌類超過事案への対応に応じた経費ではありますが、売人の運搬費用や本事案が発生していなくても必要な経費も含まれており、あたかも総額約1億1700万円すべてが事案対象経費であるかのように発表されておりますが、誤解のないようにご理解をお願いいたします。その上で対象経費やどの職責部署でいつ判断したのかなどについても現在弁護士との協議を継続しておりますことからお答えすることは控えさせていただきます。次に2点目の弁護士との協議を経て求償事項を確定させた基準や要点は何かということにつきましても、現時点では引き続き弁護士と協議しているところであり、お答えは控えさせていただきます。次に3点目の市政移行の損害賠償事案における原因者への求償事案についてはございません。次に4点目の請求行為を起こす場合の事務手続きについては、一般的には必要となる賠償を請求することになるのではないかと考えられます。次に5点目の請求対象者は何人か、また特別職は対応かについても同様に弁護士との協議の中で検証しているところであり、お答えは控えさせていただきます。以上、私からの答弁といたします。はい、森脇議員。まあ、お答えをいただきました。総務省の答弁にもうちょっと今現在の段階でですね、やっぱり市民団体から、あのように、情報公開請求がされですよ、で一般紙の報道もされる中で、
もっとこう突っ込んだ回答がね、いただけるかと思ったんですが、何かこう、この対象事案だけでないものも含まれているから誤解なきようにとかね、まあ、そういうちょっと弁明的なお話がありましてね、それをお聞きしたいのは、要するに踏み込んだこともいただきたいんですがね、いわゆるこの、いわゆる請求するというのは、国家賠償法に基づくということを協議しているのか、あるいは民法に基づいてね、請求するということもできるわけですが、そのところは協議、弁護士との協議に含まれているんですが、どうですか。上山総務長。そのことについても、この場では、答弁を控えさせていただきます。現在、弁護士と協議中であります。以上でございます。森脇議員。そこの今現在そこにお話しいただけない、まあ、しかしいずれの場合にしてもこれは時効というものがありますよね。物事が起こってからいつまでに請求しないならない。一般的には民法ではこれことを知ってから3年というのがありますがね、26年のこれ5月ですか、発覚したのはそれを起点と一般的にはしますけれども、そういう意味では3、これはこの点は誰がこうねしても、弁護士と協議をないとわからないというものではないと思うのですが、その辺は事務的にはどのように進めるというならばですよ、どのようなお考えでおられますか。法的事項については。上山総務長。民法上では、不法行為による損害賠償請求権の期間は3年と規定されております。以上でございます。次長。森脇議員。3年が時効だということになると29年がその年度になるわけでありますが、それまでにいわゆる協議をしているさなかでしょうけども、いわゆる公用もされたその対象リストの83項目について、どれを過度するかどれを非度するかというね、そういう判定の協議をされているんでしょうけども、この結論が出るのはこれは私どもが任期の間に出るんでしょうか。もう一般的にはこれ、6ヶ月ね、3ヶ月6ヶ月前に請求するというのが一般的ですからね、そのようなところは総務省でお答えになっていただける。上山総務長。先ほどからも、答弁させていただいていますように、この問題については、個々の関与の度合い、また故意なのか過失なのかという、重要な問題でございます。その時期になりましたら議会へも答弁、説明ご報告させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。以上。森脇議員。ちょっと踏み込んでいただきましたけどね、その場合にですよ、現職か元職かそのことはまた協議中だと言ってお答えになっていただかない。仮に現職もということならば、これね、すでに現職の方は26年度に地方公務員法29条によって、当時の懲戒、処分規定によって、処分されてますよね、29名の方が。このお方たちも対象として、請求するということがあり得るのですか、あり得ないのですか。もうそれは協議の中でお答えいただけませんか。どうでしょう。以上、総務省。上山総務省。当時の処分につきましては市の信用失墜をさせたという点で、その時点での、指導処分をさせていただいたところでございます。今回の求償とは別と、認識しております。以上でございます。以上。森脇議員。今回の求償とはその当時のことは信用失墜を原因としているからそれとは別なんだというお話ね。これは私は関係者の方もあるいは市民の方もどう聞かれるか、私は私自身は疑問であります。でやはり地方公務員に基づいて信用失墜あるいは職務専念義務違反あるいはということでね、そういうことが要件になっておりますがね、そうしたことで処分を受けて、でその後はですね、やはりこうそういう信用失墜回復のために全力尽くしておられるわけですね。でそうした上での請求というのが人道的あるいはまたこの人権的にね、いかがなものなのかということを率直に思うんですよ。で、その辺のところも含めた弁護士協議になっているのか、その点をお伺いしておきます。
上山総務長、この点につきましても、繰り返しますがデリケートな問題ですので答弁は控えさせていただきます。以上でございます。以上。森脇議員、まあ、お答えはそれ以上はならないのでもう繰り返しになりますからね。その部分はちょっと横に置きますがね、要するに私は、まあ、このお話を聞きながら、本当にこうデリケートだとお答えになった。文字通りそうなんですよ。やはりこうそれは関係職員だけではなくて自然体の職員さんがこの問題に関してはここ、ね、市長はやっぱり市長選挙に反省されているというのか、あるいは組織改変だということで第三委員会も含めてね、我々の議会も含めて検証してきた。そういう到達の中でこの新たな問題を私はあえて加えていかんなんかと、まあ、そういう点では私は民法であれ国家賠償法であれですね、いや故意で重大な過失をこれ科学的に論証する深い解明がない限りはね、私踏み込めないというふうに私は思っています。で同時に、職員さんだけの責任という元職あるいは特許職のそういうところではなくて、まさにこれは、このガス化用油炉を許可した環境省あるいは製造に関わってきた業者さんであるいは、ね、専門職さんあるいは我々できなかった議会も含めてね、やっぱりそうやっぱり複合的な原因の中で私は起きた出来事というふうに私は受け止めております。そういう意味ではそういう視点にも関わりながら、これはちょっと市長ご自身ね、その点今現在のお考えですね。別に福井市長、先ほどのご質問の中で、森脇議員ご自身は国家賠償法に基づく求償はすべきではないというふうな、まあ、ご発言のこうございます。そして先ほどはそれに関わった職員の例えば人道的あるいは人権の観点から求償をすべきではないというような趣旨のご質問をいただきました。ご案内のとおり昨年の2月でありますけれども、もうこれは議員閣議にも報告してございますように、第三者委員会の報告書を、まあ、提案提示をいただいたところであります。そこには職員の組織体制あるいは技術的な課題等々も分析はされてございます。その上で、職員の、まあ、法令遵守あるいは管理意識の欠如という項目の中にははっきりと書いてございますけれども、法令遵守の意識の欠如であり、また組織的にも課題への迅速適正な対応を先送りし、危機管理に対する管理監督の社の責任とその役割が果たされていないことが大きな原因と言わざるを得ないとはっきり言われているところでもあります。で合わせまして、このような事態となったことに関し、これまでに関わった市職員退職者も含むの責任は重大であるというふうな第三者委員会の報告書をいただいたところであります。これまでから繰り返し申しておりますように、こうした報告書をいただいた限りはさまざまな角度から対応を検討しなければなりませんし、その時期には ご記憶いただいていると思いますけれども、例えば大阪府の知事あるいは神戸市の議会議員等々から複数の方から高島氏を告発すべきというところまで至ったわけでございます。そういう状況の中で、故意または重大な過失があったのかどうなのか、あるいは市に対する損害を与えたのかどうなのか、でその関わりはどうなのか、でさまざまな角度からこれまで検証を重ね、そして、弁護士と相談をしてきたところであります。で先ほど来総務省は答弁しておりますように、そのあたりの方向が決まりましたならば市議会にも報告をさせていただき、また関係マスコミ等によりまして公表もさせていただきたいとかように考えているところであります。以上。森脇議員、まあ、今現在のこの点での市長のお話をお考えをお答えいただいた、まあ、今までお答えいただいてきた総まとめ的なお話であります。私は先ほど申し上げましたように、これは、相当な、科学的な論証なしに個人請求というのは、私は相当厳しいだろうという率直な思い、同時にですね、この件に関しては私も議会もこれは民事での請求ということでは
いらないでしょうけども、いわゆる損害賠償請求事件として請求提起する場合には議会の議決がいりますよね、救助費用のね、まあ、こういうことも我々議員としても関わってくる。そしてそういう意味合いでは、相手からの、被害からのいろんなご請求はこれは中身を精査しながら同時に私は市としてどうしたか、あるいは職員さんがどうであったか、個々のことも含めて科学的な論調、議会としても議員としても徹底してこれは分析しなければ安易な判断はできないという、そういう思いをしております。そういうことを前提になることを、申し上げてですね、繰り返しません。次に行きたいと思います。以上。それでは次に私は行かせていただきます。第2問でございます。琵琶湖国定公園第2周、第3周区域内の開発協定についてであります。市は、本業をはっきりとすべき。市はリゾートトラスト株式会社と協定を結び、誘致事業として推進している課題について、下記の所点を伺うものであります。一つには、計画地の阿戸川町下小川地崎での9万平米以上の開発行為であり、かつその開発区域のほとんどが琵琶湖国定公園第2種第3種区域であり、自然公園法や景観保全に関わる条例などの区域内行為であることから、下記の法令条例規則や各種計画が適用になると考えられますが、関係機関との事前接触で明らかになっている党や意見の内容はどうか伺うものであります。その中身は、1点目には自然公園法と施行規則、滋賀県立自然公園条例施行規則、あるいは河川法などでの適用事項における、事前の指導意見の概要はどうでしょうか。2点目は申し上げた法条例に基づく管理計画書ございます、景観などのこれに基づく意見概要はどうでしょうか。3点目は高島市未来に誇れる環境保全条例と同施行規則、環境規則条例と同施行規則についてお答えください。4点目には上記法条例に基づく環境保全に関わり行政と開発業者との協定の締結はあるのかお答え願います。大きな2つ目には国定公園内にある河川管理道の在り方はどうなるのか、指導改良と環境保全に関わる開発申請はどうなのか。3点目にはホテル開業が高島旅館業に及ぼす影響はどうでしょうか。4点目にはホテル進出に伴う市上水道改良工事計画において次の点をお答えください。1点目は阿戸川上水道区域で水道を使用し暮らす市民に不安を与えず事業が遂行できるか、2点目にはホテル進出が改良にかかる要因としてある中で原因者負担を求める市水道事業経営方針を持てないのでしょうか。3点目、上水道の主要な水道管の耐震化は今回のホテル進出が要因になっているのでしょうか。以上でございます。14番森脇徹議員の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。早藤土木上下水道部長。それでは、森脇議員の質問番号2の1点目の丸1、丸2および2点目、3点目、4点目のご質問にお答えをいたします。まず1点目の、丸1、自然公園法や関係法令に対する指導意見の概要および丸2の管理計画書に基づく意見概要についてでありますが、開発に伴います申請につきましては滋賀県土地利用に関する指導要項に基づき事業主による開発事業計画の届けによりまして県が所管する自然公園法や河川法などの関係法令についての意見調整が図れるほか土地の所在する高島市にも意見紹介があり事業の着手に向けてあらゆる観点から必要な助言指導が行われます。現在のところ県への計画書の届け出が提出されていないいませんので、指導意見や意見概要は把握をしておりません。次に2点目の国定公園内にある河川管理道の在り方と開発申請についてでありますが、自然公園法と河川法、そ
それぞれの法令に基づく許可が必要であると認識をしております。なお市道北船木横江浜線道路改良事業は開発地へのアクセス道路として延長210メートルの道路改良を行うものです。河川区域内及び河川保全区域内における河川法の許可はすでに受けております。また市道改良事業に伴う開発申請につきましては必要がありません。次に3点目のホテル開業が高島市内、旅館業に及ぼす影響はどうかのご質問にお答えします。当該施設は会員制ホテルであり市内旅館業に及ぼす影響はないものと考えておりますし、市内旅館業関係者の方からも同様のお考えをお聞きしているところであります。次に4点目のホテル進出に伴う市上水道改良工事計画についてのご質問にお答えいたします。丸一の阿戸川上水道区域、住民に不安を与えず事業が遂行できるかにつきましては、阿戸川区域の上水道1日あたりの排水能力に対し、ホテルの開業に伴う使用水量が増加しても水量的に地域住民の生活には影響はないものと考えております。工事実施に際しましては区域住民の皆様に不安を与えないよう事前に地域住民の皆さんへの周知を図り、必要な対策に万全をして行いたいと考えております。次に丸2のホテル進出が改良にかかる要因から原因者負担を求める経営負担方針を持てないかにつきましては、高島市水道事業給水条例第36条の規定では、新たな排水管等の設置に伴う工事の場合は負担金を徴することができることとなっておりますが、今回の事業につきましては既存の排水管の老朽化及び耐震化に伴う改修事業でありますことから、ホテル事業者に負担を求めることができません。次に丸三の水道管の耐震化はホテル進出が要因かについてつきまして、水道事業者としましては計画的に水道施設の改修等を図るとともに老朽施設の更新を行い、水道水の安定供給に努めているところでございます。今回の工事につきましてはその一環として、市道改良工事に合わせた排水管の設置を行うものでございます。以上私からの答弁といたします。岩松環境部長。および同施行規則につきましては、市の未来へ誇れる環境づくりおよび市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むための良好な生活環境の保全に関し必要な事項を定めております。これによりまして良好な生活環境の保全に努めていただく必要がありますことから、所有または管理する土地の適正管理や水質汚濁物質の流出の防止等を遵守していただくことになります。また高島市環境基本条例は環境の保全と創造について基本理念を定めておりまして、現在及び将来の市民が自然と共生しながら健康で文化的な生活を送る権利を保障することを目的としています。市は環境に影響を及ぼす恐れのある事業を行おうとするものがあるときは環境への影響調査等に関する調査を指示したり指導や助言を行うことができるものです。今回の件につきましては現在のところ県への計画書の届け出が提出されていないため、指導や意見及び開発業者との協定の締結の必要について述べる段階ではありませんが、すでに締結しております会員制リゾートホテル事業の展開に関する協定書の中には環境保全に努める条項が含まれております。
以上、私からの答弁とさせていただきます。以上、はい、森尾議員。はい、質問に対してお答えいただきます。正式な事業開発申請はこれからという点もあり、私は今現在、いわゆる事前の中でお問いできることということでお問いしましたが、同時に水道などは現に道路改善で進んでいきますのでね、そういう市民の疑問にも含めて、お答え、再質問いたします。皆さんのお手元にもお配りしております。この件に関しまして、議会には、市長から昨年の10月30日の協定に関わったお話は全局でありました。しかし今、それ以前の問題、あるいはそれ後ですね、という点では私も議会に、正式なお話というのは私は記憶がありません。中で、市民団体の方がそのホテル誘致関係に関わった経過を知りたいということで情報開示を、情報公開をされます。私どもも、玄関に詰めて行って確認もし、一覧にしたのが皆さんお手元にあるホテルその結果経過でございます。この経過の年月日含めて、これ公開されておりますので、これ政策部分なんですかね、公表していただいた原価は、これはこの資料、大体見通していただいて、間違いない経過ですか、お答えいただきますか。沢政策部長、お答えいたします。もう私も朝見せていただいたんですけれども、おおむねこれで間違いないというふうに思っております。はい、以上、はい、森尾議員。余分なことは書いておりませんので、その確認をいただきます。この中で、私もちょっと気になるのが、平成26年11月18日、西武鉄道が都市計画課に対しまして、公有地の拡大推進法規定で届け出報告、そして12月4日に、通知報告というのがありますが、これについては、土木部長、どういうことでしょうか。早藤土木上下水道部長。お答えいたします。公有地の拡大の推進に関する、法律によりまして、届け出を出すわけなんですが、このことにつきましては、公有地の拡大の推進に関する法律、俗に言う公格法というようなものがございます。それで、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進のために、一定面積以上の土地取引をしようとするときに、地方公共団体等がその土地に対して公共用地としての必要性を協議する機会を確保するというふうな届け出でございます。当該地につきましては都市計画区域内で1万平方メートルを超えますので届け出をされというようなことでございます。以上です。はい、森尾議員。はい、公格法の関係で届け出をしたと、このことは市のいわゆる届け出を受けたと、その関係者に返すという行為ですね。このことはいわゆる都市計画行為の中で あってですね、普通大きなこのしかも景観景観区域ですとかね、関わってるわけですから、これは都市計画の中では私も4月から都市計画審議会の委員をしているんですが、これ都市計画審議会への報告とかね、許認可権はないですからね、そういうことはこの都市計画審議会にはこういうことがあったよという意図はいかないんでしょうか。もう内部での事務的な手続きでしょうか。それはどうです。早藤上下水道、土木上下水道部長。お答えいたします。都市計画審議会につきましては、都市計画に関する基本的な方針とか、用途地域などの決定や変更を、審議するところでございまして、これについては報告することは必要ないというふうに考えています。以上です。森尾議員。それは必要ないという、私も県などに他の団体に聞いてみましたら、確かに、報告義務をしているところは少ないとないと、こういうことでありましたので、そういうことかなと思いもしながらですよ、われわれこれだけ大きな物件が、景観区で動く中で、やっぱり都市議会の報告義務ぐらいね、してもいいのではないか。あるいはそこには議員も委員として行ってるんですからね、議員も知ることになるわけでありますし、その点は今後の課題として提起をしていきたいと思います。で次に、確認したいのはですね、いわゆるこの区域がですね、今の
国鉄公園に関わる、いや、待て、国鉄公園に関わる第2種、第3種、それから景観条例に関わる景観区域、水辺景観、このことも確認願います。私、これは私が作ったものなので、若干の誤差は生じているかもしれませんがね、まあ、このことは皆さんの資料には、国鉄公園の第2種ということで、お手元にあります。まあ、これを絵図にしたものでありますが、予定地がここの予定地ですね、これがこの側ですから、でここに琵琶湖側が後半を含めて第2種特別地、それから予定地がもう丸子第3種の特別地域になっています、それから市の水辺景観区域にもなっております、それから河川のと、鴨川ですね、の鴨川河川。河川、それから河川の保全区域、これは河川から30メーターですからね、その保全区域というような関係だと思いますが、そのことは、まあ、こういう絵図の中でも土木部長、まあ、景観なのか、環境部長なのか、大体ね、こういう形ものが絵図になるということは確認できますか。今見て分かりませんかね。はい、まあ、はい、宮城長。まあ、これはそういう、まあ、先ほど、確認していただきましたので、こういう絵図になるなということは、皆さんのお手元の資料、お話ししました、配りました、国定公園の2種、3種の法定区域、これに、まあ、これは、県の発行しているものでありますので、ネットで引っ張れますのでね、まあ、そのコピーしたものでありますが、まあ、そういう区域であることを確認します。その上でですね、改めて、確認したいんですが、河川法の関係、これでは30メーターが河川区域ということですが、こうした物件の場合、当然、事前審査というかね、事前協議の細かな対象になるのでしょうか、それとは河川法同時に水防法がありますよね、こういう法律はこのに対しては、事前協議に対してはなるのか、この点はどうでしょうか、水防法の関係。早藤土木上下水道部長。河川法の関係につきましては、河川区域内、河川保全区域内の指定が、許可が、まあ、県の、権限の下で、申請があれば出していくというようなことになると思います。まあ、開発に関連まして水防法の関係は、今回は関係しないというふうに考えてはいます。以上です。はい、森尾議員。まあ、水防は関係ないということでありますが、皆さんのお手元にお配りしたのは、これは県が土木関係、技術者に委託をした調査であるわけなんですけどね、この調査は浜掛けの調査といいます。でこの調査結果によりますと、鴨川の河口についてはなんとこの50年間の間に50メーターから100メーターもの浜掛けが生じていると。でおそらくこれは開発予定地の1265番地だと思うんですが、まあ、そういうところを予定地を対象にしてもですね、そういう大きな浜掛けが生じている、計画地の一部だということも、こうしたもので私も見て驚いたわけでありますが、こういうところの開発になるということを改めて資料で皆さんにお配りをしました。同時に第2種の区域についてですね、まあ、これから正式に出てくれば県が判断するでしょうけども、第二種区域については土砂も一切持ち出してはいかんと、こういう区域でありますし、まあ、市民の方が牧野で取り組みでは子供が石を殴っていたら、もう石、これを石を動かしたらあかんでと、こういうふうに怒られた、駐在さんに怒られたそうですけれども、まあ、それで厳格なものでありますので、まあ、そういう地域も含む開発区域だということを、まあ、改めて申し上げておきたいと思います。まあ、いずれにせよ、法と条例、それから計画に基づいて、厳格な審査がされるものというふうに思いますし、私は何も、こうした民間企業さんの、審査されていくことに反対というね、言っているわけではありませんので、役目の社会的ルール、それから市民の皆さんと、市が景観を大変してきた、その歴史をしっかり、受け止めたですね、ルールある、企業さんであってほしいという、あってほしいというか、そういう申請であってほしいという思いで、この問題を質問をしております。で、これに関わって水道であるわけなんですが、この水道なんですけれどもね、まあ、市民の皆さんに不安を与えないというお話であります。
不安は与えないというお話でありました。そうした中でお聞きしたいんでありますが、いわゆる改良事業をするのに3億からの事業費をかけます。そのうち2億4300万はいわゆる改良工事の一部として市が3年間にわたってあるわけでありますが、その工事の概要を簡単に教えてもらえますか。いわゆる水道管を洗うとか、あるいは、入れ替えがありますかね、送管の。市長、それはいいですよ。時間もないから、確かにただ、予算もやってるので、改めて繰り返さない。繰り返さないけれども、私も聞き取った予算の中であったところ、2億4300万を一般会計から着入しますよと、10年間で返しますよと。で、熊谷桃議員が3月議会でされてますが、その時には水道会計から2500万返しますということでね。で、その原資はというのか、約7億円ある水道会計、今現在収入ね、そこに、ホテルが来れば2500万増えますよという話だけども、これは2500万確実に入るという担保があるんでしょうか。これはどうでしょうかね、水道上下水。これはいい、論点を整理して、ね、絞って質問してください。とりあえず何を問いたいか、その点を。だから2500万の水道使用収入が、収入金がホテル開業を確実に入るというね、入ってくるという、そういう交渉があるんでしょうか。だから今さっきから何ですかと聞いてみる。投資さんでもね、はい、この件に関して答えられるか答えられないか、とりあえず簡潔に、早藤土木上下水道部長。一般会計から、繰り入れをさせてもらって、毎年の協定を行うというふうなことで、協定の償還の内容とかそこらを決めていくんでございますが、今もおっしゃっております2500万が、常に今担保されているものかというふうなお話ですが、これについては使用料徴収の中で、今後の使用開始から、使用料によって発生するものでございますので、確定しているものではございません。はい、森脇議員。同時に私は3月中ではあまり細かく教えてもらえないんだのでね、この進出してくるホテルは最大日量1000リューで使うという表記があります。これは大変な量なんですが、実際に使う量というのは日量どれぐらいを想定しているんでしょうか。これ改良工事するんだからね、そこのところは土木上下水はどう聞いてますか。はい、早藤土木上下水道部長。使用料についてなんですが、系列のホテルの状況から見ますと、日平均大体380リューベイぐらいの使用は見込まれるというふうに判断しています。以上です。以上。森脇議員。380で年間2500万の水道使用料になると、こういうことですか。その確認。早藤土木上下水道部長。その通りです。はい、以上。森脇議員。そこまではっきり答えられるんです。私はね、先ほど水道条例の中で、事業者負担はもらわないというお話されましたけれども、ならば年間ね、日量380、年間、2500万ですか、その使用料についてはいわゆる負担相応も含めてね、開業後は水道事業にお払いしますと、そういうようなその約束協定というのは、これはできないんでしょうかね。この点はどうでしょうか。いわゆる想定から質問答えられないということは、それでいいんですよ。答えられない、はい、答えられないということでありますから、私はそういう問題だと提起をしております。そういうのはね、この2500万、仮に2500万なかったね、780が250のね、水しか使わないので1700万ぐらいなんですよ。800万円含みませんか。それは、市民 が払った7億内貸しの、ね、中に組み込まれてしまうわけだけども、水道会計からは出ますのでね、そういう性格のものやということをね、私は申し上げて
ておきたいというふうに思うんであります。いや、結構です。まあまあ、はい、副委員長、ちょっと少し整理をさせていただきます。先ほど来、まあ、年間の使用量が380リューベ相当というふうな答弁をさせていただいておりますけれども、これは他のリゾートのホテルの年間使用量を参考にしているところであります。で、具体的に当地で開業を予定されております規模、それからスタイル、あるいはデザイン、あるいは用途が異なりますので、今の段階では具体的に年間の水道の使用量は見込めない。しかしながら一方で水道会計の歳入歳出予算を編成する場合に一時借り入れを今年度しますので、その障害について先ほど申し上げました380リューベというのは他のリゾートホテルの実態から勘案をさせていただいて推計をしているところであります。以上。はい、森脇議員。まあ、他の施設と比較勘案してというお話もありました。私も前からエキスビアコへ、ちょっとコーヒーを飲みに行ってきましたが、まあ、大変な立派なホテルでありますが、268室ですか、まあ、そこで水道をどのだけ使っているまで私は聞けませんでしたけどね。しかし市内の一般の宿泊施設ではね、大体50、60室あっても5、60リューベですよ、1日にね。まあ、それのだと4倍としても、ね、とても300にならないわけで、まあ、相当な水を使う、方が来ていただくんだなという率直な思いをしております。まあ、その辺のところも含めてですね、これはまた今後、市民の方に、ね、工事の仕方も説明していくわけから、そういう中も含めて市民の皆さんが、安心してこの工事をきちっと見届けることができる、そういうような説明会になるようにですね、私は求めておきたいと思います。それでは第3問目であります、在宅歯科診療の推進でございます。この問題、在宅歯科診療、まあ、最近の大事な課題になっております。社会情勢と医療介護の制度が変わる中、本市でも医療介護の専門施設と専門者が英知を出し合い、医療介護資源を最大限に生かした高島らしさを作り上げつつある。これが、患者や入所者と家族を支える大事な取り組みとなっております。歯の健康推進では8020運動、まあ、これは80歳になっても20本の元気な歯を持ちましょうと、こういうことでありますが、これが兵庫県のある村から始まったのが、今では国全体、厚労省がスローガンするということになっておりまして、28年度には訪問診療での診察報酬が引き上げられます。県も条例を制定し、市町や歯科医師会への支援が実施されております。そして市の包括医療介護の中で、口腔衛生治療も積極的に位置づけられてきました。到達と課題をお問いし、市民の口腔診療と衛生がより推進できることを求めて下記に、次に問うものであります。1点目には、口腔衛生と予防が市内医療介護関係者と市民に自覚が広がり、かかりつけ医と中核市民病院の歯科での果たす役割が自覚されつつあります。14歳までの子ども時期における歯科衛生と指導、治療の特徴はどうでしょうか。2点目、35歳以降の歯周病検診の実態と受診率拡充の課題はどうでしょうか。3点目、歯科医師会が取り組む訪問歯科診療、口腔ケアは市民に歓迎されるという診療でございます。介護保険事業で要介護認定を受けたお方で、口腔を含めた評価及びケアプラン作成に位置づけられて、それで歯科訪問が実施される流れになっていると思いますが、可能な診療、その訪問診療ができる診療所、まあ、歯医者さんの数ね、それから実績、課題はどうでしょうか。4点目、市内診療所と市民病院、口腔外科の紹介状況はどうでしょうか。逆紹介含め、市民患者の口腔衛生と予防、訪問診療を推奨する上での課題がありますあればお教えいただきたいと思います。以上であります。14番森脇徹議員の質問番号3に対する当局の答弁を求めます。清水健康福祉部長。
森脇議員の質問番号3の1点目から3点目までのご質問にお答えいたします。まず1点目の14歳までの子ども時期における歯科衛生と指導治療の特徴についてですが、平成26年度の牛罹患率は3歳児 15.8%、 5歳児 38.7%、 小学1年生 52.3%、 6年生 55.8%、 中学1年生が 46.5%、 中学3年生 63.3% であり、小学1年生以降は県平均と比較して学年を追うごとに牛罹患率が高くなっております。また歯肉炎等の有所見率は6年生 6.3%、 中学1年生 13.1%、 中学3年生 21.7% という状況でございます。こうしたことから乳幼児期の歯科衛生としては幼児歯科検診や歯科衛生士による個別指導、保育園幼稚園での歯科検診や5歳児の親子に対する虫歯予防教室を行い、学童期においては口腔ケアの自己管理や虫歯予防を目的として小中学校と連携しながらブラッシング指導や適切な食習慣指導に取り組んでおります。また市内の子ども園、幼稚園、保育園、小中学校では歯科検診時に改めて歯科医への受診が必要と判断された児童生徒については、保護者に対し受診勧奨の通知を行い、適切な治療や支援が行われるようにしております。なお今年度からは、先ほど申し上げましたように牛罹患率が県下でも高いことから、5歳児について子ども園、幼稚園、保育園において資質を強化して虫歯を予防する目的で復活物選考を実施する予定でございます。次に2点目の35歳以降の歯周病検診の実態と受診率拡充の課題については、市では第二次健康高島21プランに基づき、歯周病の早期発見、治療、かかりつけ医受診の定着を図ることを目的に、歯科医師会の協力を得て毎年35歳、40歳、50歳の節目年齢を対象に歯周病検診を実施しておりますが、平成27年度の受診率はいずれの年齢も6から8%と低く、受診総数は115名でありました。その結果、治療が必要と判断された方は 84.3% となりました。また平成26年度特定健診受診者のうち、毎年歯科健診を受けていると答えられた方は 32.8% に上りますが、第2次健康高島21プランでは50歳の歯周病健診受診率、特定健診受診者の歯科健診受診率を平成31年度にはともに 40% にすることを目標にしておりますことから、さらなる受診率の向上を図ってまいりたいと考えております。なお受診率拡充の対策といたしましては、年末に健診未受診者に対し再勧奨の通知を発行するとともに、今後も広報や健診等の機会を活用して一層の啓発に努めてまいります。次に3点目の訪問歯科診療が可能な診療所数と実績課題についてですが、高島市歯科医師会から市内20カ所の歯科診療所のうち、訪問歯科診療の要請があれば実施するまたは整っているという診療所が12カ所、また条件が整えば実施するという診療所が7カ所とお聞きしております。訪問歯科診療等の実績を介護保険における介護給付実績の居宅療養管理指導回数で見てみますと、平成26年度は312回、平成27年度は478回と増加傾向にあります。一方、地域包括支援課が平成26年度に市内歯科診療所を対象に行ったアンケート調査では、在宅歯科医療は推進すべきであるとの回答をほとんどの診療所から得ていますが、1件あたりの訪問診療に時間を要し、限られた人数しか対応できないこと、また居宅においては診療機器等の設備に限界がありますことから、十分な医療が提供できないこと、訪問歯科診療に従事する歯科衛生士の人材が不足していることなどが課題として挙げられております。今後は高島市歯科医師会との連携のもと、訪問歯科診療に携わる歯科衛生士の人材確保やその育成を支援してまいりたいと考えております。以上、私からの答弁といたします。
杉田市民病院事務部長。森脇議員の質問番号3の4点目についてお答えいたします。当院では地域全体で医療を支える地域完結型医療へ向けての推進と他県域への患者流出の防止に取り組むため、平成27年11月にかかりつけ医登録制度を創設し、当県域内の開業医との連携を強化し、開業医からの紹介及び当院からの逆紹介の向上を図ってきたところであります。以上で14番森脇徹議員の質問を終わります。